の飯、地元に愛されるご飯。今回の愛されご飯は只見町の八十里庵。こちらの番組ですね、福島の米、はい、福の飯。そうですね、はい、お米の番組なんですけども、はい、ここはお蕎麦屋さんですよね。蕎麦屋です。なんかお米のメニューとか出されたりしてるんですか。ちょっとありますか。主役のご飯はこちらに。綺麗なジャーですね。これこの日のために買ってきたんだ。このために新品のジャーで炊いたご飯は只見産コシヒカリ。八十里庵推しの一品は浅草だけカレーです。これカレーは見てわかるんですけど、隣のやつお魚ですか。イワナの唐揚げ。カレーにお魚の唐揚げで、隣はこちらは、それがこの辺の畑で採れた雑草が入ってます。雑草、はい、なんか違う言い方した方がいいと思うんですけど、新鮮野菜が入ってます。新鮮野菜が入ってると。まずはミョウガの天ぷら。苦味があるんだけど、このカレーの辛さと合わさると味わったことのない旨味が楽しめます。うん、これもめっちゃうまほー。何が入ってるか分かりますか。何が入ってるか。山うどん。でも苦味もあるんですけど、このカレーのスパイスと苦味が合わさって甘みも感じるんですけど、これはウドのせいじゃないのかな。それは玉ねぎ。これは玉ねぎの甘さだ。イワナとかってどこで。只見で友達が養殖やってますから。うん、うまっ。これカレーに合うな。実は八十里庵は元釣り堀。ビールが飲みたいというお客さんの声でスタートしたのが蕎麦屋だったんです。蕎麦からのご飯。そこで飼ってる鳥、アロオカナって鳥、青い色の。ちょっと青がかってますね。この卵を入れて。あ、綺麗。うわ、雑炊で締めると。締めの雑炊、はい。うまほー。ありがとうございます。食材がオールタダミ、陽気な親父がオルタダミですね。福島の米を使った只見町の八十里庵、食べログでもチェックしてね。